今日は朝ピッコロさんというパン屋さんに行きました。ピッコロさんで買ってきたパン、カキフライとコロッケサンド、両方挟まってる。あとブドウパン、ブドウがぎっしり、美味しそうだよ。やば、美味しそうだけどどうやって食べるん結構食べづらそう、難易度高いよ。美味しいけど食べづらい。うまいけど手がすごい、やばい、手がこんなになってるよ。このカキフライいきます。やばい、カキフライと挟まったサンドなんて初めて食べた。うまい。今度はレーズンパンいきます。レーズンが結構入ってて美味しい。レーズンが出てきた。こんな風に寄ってレーズンが入ってたりする。なんかちょっとパンの生地がクッキー生地みたいな感じで美味しい。今日のお昼はピッコロさんで買ってきました。あん、こっちがコロッケとカキフライのサンドイッチ300円、こっちが多分レーズンのパン200円。ちーと高いね。今日はピッコロさんで、パンを買ってきました。こっちが、今日はピッコロさんでパンを買ってきました。こっちがコロッケとカキフライ、こっちがレーズンパン、こっちは200円、こっちは300円。ちーとお高いかな。ちょっとこっちはね、食べるのが大変な感じ。コロッケの方はクリームコロッケだった。カキフライがちょっと味が薄かったかな。なんかタルタルがまあかかってるんだけど味が薄かったです。ブドウがすんげー入ってる。あ、バンズがクリーム練り込んだような、ブドウがぎっしり入ってる。さすが200円だけあるね。